開始です。よろしくお願いします、はい、まず抽選をしていただいて、受付の方で受付をしていただいて、参加賞のキャップと T シャツですね。はい、はい、おはようございます。テントの前にですね、個人戦受付、ペア戦受付とありますので、そちらの方へ、流れていただいてお願いいたします。はい、おはようございます。受付開始しました。個人戦ペアの方に分かれていただいて、そちらお願いください、はい。参加賞でですね、T シャツ、帽子、T シャツがいただけます。できれば、今日大会中着用していただけると嬉しいなと思ってます。まだ T シャツもいろいろなサイズ、いろいろなカラーがございますので、あまり慌てずに大丈夫です。おはようございます。頑張ってください。おはようございます。西田和則です。今回はプライムエリアヘラフェスタ2017の今日湯崎港さんで開催されています。今回でプライムエリアヘラフェスタも10回目、記念すべく10回目で、各自皆さんカラフルなバッグを持って、まあ、年々いろいろバリエーション増やして、いろいろカラーも変わって楽しみな大会だと思っています。11時から5枚リミット の大会が始まるんですけど、今の時間はインストラクターさんの回って教わったり、サインをしてもらったり、写真を撮ったりとして10時間で、11時から5枚の競技が始まります。まあすごい暑いんですけど、皆さんこうパラソルの中に入って非常に頑張って今釣りしているので、これからまた11時からまた大型が結構湯崎港を釣れるので、楽しみな釣果が出ると思いますので、皆様楽しみにしていてください。ただいまから、商品がなくなるまで、早釣り大会になります。釣れは、カウントしません。釣っている魚もう自己申告ですので、針を外してもらったらすぐに抽選、行ってください。はい、早速2号桟橋のお客さん、はい、抽選ですね、はい、ゆっくり歩いてくださいね、はい、3号桟橋の方も OK ですね、はい、おめでとうございます。はい、白いマイボールですね。ブログに貼って引っ張ってください。すいません、また頑張ってください。そろそろ出るぜ。そろそろ出ますよ。今日の抽選だったから。はい、なあ、外れですか？はい、二号さんで外れですね。はい、まだ残ってますね、白いワイボーをですね、抽選してもらって、はい、すいません、もう一回お願いします。ことじゃんけんになります。はい、どうぞ。はい、参考さんも持ってますね。はい。おはようございます。当たり当たっちゃう。はい、じゃあじゃんけん行きましょうか。どうですか、じゃあ萩野さんとじゃんけんして。じゃんけん。パパ。次高田さん、マジで行きましょう。グーですか。最初はグー。じゃんけんぽ。やった。いきますよ。やったー。はい、もう一回。午前11時ちょうどお知らせします。
はい、皆さんスタートです。頑張ってください。今競技開始して2時間経ったんですけど、ちょっと今自分もやったんですけど、結構最初のうちは結構浮きが動いたんですよ。で、大体周りの人も、まあ大きいのが後から釣れるだろうと思って結構逃がしてて、ほとんど入れてない人が周り多かったんですけど、だんだんこう状況が渋ってきまして、もう入れざるを得ない状況に今2時間経ってなってる感じです。でも大体大きいのは結構黄色い尺から40近いのが釣れてるんですけど、だいたい5枚で、まあいい人で5キロ前後ぐらいがだいたい優勝の、そうですね、キロ数だと思います。まああとまだ1時間あるので、まあこれからまあ入れざるを得ない人もいると思うんですけど、頑張ってもらいたいと思います。そんな状況です。はい、はい、ご苦労様でした。ただいま、2時となりました。プライムエリアでやらせた、ただいまをもちまして終了となります。5.20 4.80 です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。だからみんなが1.75。それでは、表彰式の方を、ね、始めたいと思います。はい、やりましょう。はい、じゃあ、2017、はい、マルキュープライムエリアヘラフェスタ、はい、表彰式を始めたいと思います。はい、まずですね、主催者を代表いたしまして、マルキュー株式会社、岡田社長よりご挨拶がございます。皆さんこんにちは。本当に皆さんがですね、喜んで役立って必要とされるそういう製品をですね、これからどんどん開発して、皆さんに喜んでいただくことをお願いしまして、今日のお礼と申します。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではいきますか。特別賞をまず、はい、はい、レディースですね。山形県から後藤めぐみさん。お、後藤さん一番前にいましたね。はい、おめでとうございます。続いて、ジュニアの方から、はいはいはい、田山春くんです。はい、はい、いらっしゃい。はい、どうぞどうぞ。はい、はい、それでは、はい、個人の部2017 6.60
おすしまさん、おめでとうございます。おめでとうございます。ああ、赤色終わったのでガッツポーズしてましたね。はい、ではですね、はい、賞状、はい、そして、優勝カップ、カップ、はい、でオリジナルカラーのライトヘラバッグ EA05 のフルセット、やっぱり白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 いっちゃいましたね。さあ、個人の部は第2位、6キロちょうど、柴田圭一さん、第3位、5.95、トモベイ、ひろたかさん、おめでとうございます。さあ、2017、プライムフェスタ、めでたくペアの優勝です。お二人の合計超過 10.80、 はい、男性の方 6.15、 島田秀勝さん、島田真由美さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。お、はい、それでは第2位ですね、合計超過 10.65、 酒井智也さん、酒井美代さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、第3位、西宮清さん、西宮静子さん、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。商品はですね、ライトポーチの S が2個、ドライバッグの PA02 の新商品です。はい、はい、こちらいきます。笑いましょうよ、そうですよ。あ、おめでとうございます。はい、来ました。私はこっちの絵の人たちの方が、こちらの方ですから、これでね、今日の方は、はい、以上でございます。はい、おめでとうございました。これだけ残り何点ですか、ポーチ。はい、今本番ですね。はい、篠塚さん、篠塚さん、そうですね、インストラクターの方々と深い話をしています。どうも、高橋様。あ、そう、おめでとうございます。